キングスがオープンします。まずは集まってくれてありがとうございます。キングスがついにプレオープン、軍神が北海道に再降臨。早めに差し上げてください。で、東証の持ち方、あの持ち方ダメなんで、接客をされてた2人が準備不足だったなっていうのを、これに関してはもう運営の怠慢なんで、はい、残念だったなって思ってます。はい、今日4月15日キングスさんがプレオープンということで、今回一番大事なところってやっぱ新規オープンで、そのお店が成功するか成功しないかもすごい分かるんで、うちも見たいなと思って今日来ました。軍神が研修を行い、店舗運営の全てを伝授した北海道キングス。プレオープンこそ大事な課題が見つかるとき、軍神はあることを懸念していた。おらっしゃい、今日からキングスがオープンします。まずは集まってくれてありがとうございます。しっかりみんなにコミットしていくんで、今日からよろしくお願いします。エルコレの本部から港一樹さんが今日来てくれてます。あ、お疲れ様です。今北海道ってめちゃくちゃブルーオーシャンって分かるかな。ブルーオーシャンってまだ荒らされてない場所なんで、めちゃくちゃこれが伸びていきます。ホストの男の子たちもすごいレベルがすごい高いわけじゃないんで、このレベルまで行ってしまえば独占できます。いただきましたということで、じゃあグラスの方が、はい、どうでしたか。普通にあれか、で歌舞伎町でやったら、まずもう普通にあれではお金取れない。女の子がシャンパン入れることは高額なものを入れるんで、それに対しての、まあ、スペシャリティがすごい弱いなっていう。その営業前にもうがっつり練習した方がいいですね。まだ行ってないで、ファースト早めに差し上げてください。結構お時間経ってるんで、で東証の持ち方、あの持ち方ダメなんで、ダメな持ち方してたやつが、そうです、そちら教えてください。であとグラスを置くだけじゃなくて、グラスを置いた時にドリンクがなかったりとか、焼酎がなかったりしたら変えるようにされた方がいいです。変えてなかったんで、担当がずっとベタつきなんで、なるべく担当ヘルプに動いてた方が大丈夫かな。あそこの子多分一人信じ喋れてないと思うんで、はい、一回入れ替えていいんじゃないですか。初回で隣に座らないシステムなんですか。テーブルが狭いじゃないですか。いや、初回はまあ隣に座らない人がいいですよ。これ色変えられるんですよね。これ色変えます。ちょっと水色っぽい色になってるんで、どっちかというと赤っぽい色とか、あれの黄色とか、こっちの色に合わせてほしいです。オープン早々、軍神が運営やプレイヤーに怒涛の指示を飛ばす。今8時48分ですけど、8時48分にしては結構混んでる方じゃないですかね。はい、流れ的にはいいと思います。そうです。せい、うん、回んなくなりますね。多分客足が徐々に増え、ついには軍神の懸念が現実になる。回ってないですね全然。今その女の子で、まあ、枝も来てて、で今もうマンツーで担当一人で回してる感じなんで、この後もう全然回れてないんで、オペレーションも取れてないですね。優先順位が把握できてないのと、初回の入れ方のミスが、まあ、決定的に出ちゃってるんで、そうですね、客層増やさないと早急に、まあ、結構長いんで、オンリーが早めに動かした方がいいですね。はい、お葬式になってますね。おしゃれじゃない、うん、もう抜いちゃっていいですね。はい、今現状投資単価がほとんど上がってないんで、あとボトル入れ習慣やめて缶物であげる習慣に変えた方がいいですね。そうですね。接客をされてた2人が話してる内容のほとんどが自分たちの話じゃん。相手の話が7割で、でも話す量はこっちが7割。皆さん煽りました。すぐ帰っちゃったので行けなかった。なるほどね。この流れとかをちゃんと組んだ方がいいですよ。キャストが増えたらマジこの店最強だと思いますよ。だってこんないい環境なんで。ああ、今初回7組ぐらい断ってるんで、初回こんだけ断ってるって相当だと思いますよ。キングスの夏木さんがツイッターで今日プレオープンっていうやつを上げたんですけど、それを今ちょうど今リリオンでその SNS のグループラインがあるんですけど、そこにリリオンの凌が代表がみんなで隠立してあげようみたいな感じのことを上げてるんで、やっぱそういう仲間意識っていうのはすごいでかいなと思います。やっぱ特にね、エルクレのいいところというか、ね、こういう感じで全体で拡散してくれたりとかするんで、やっぱこの利他的な精神っていうのをどんどん広げていきたいですよね。
夏木さん、はい、シャンパン入りました？今1本だけ最後に。あ、1本ですか？はい、3万のやつですね。プレオープンなんで、はい、もっと欲しいところですけどね。やっぱこの辺の段取りとかもやっぱしなきゃいけないんで、はい、でプレオープンでシャンパン1本だけでしたってなっちゃうと、はい、多分伸び少ないじゃないですか。周りからの見られ方も良くないんで、まあ、そこら辺とかもちゃんと段取りを今後組むようにしてほしいです。わかりました。はい、ギリギリでシャンパンが入るがたった1本という不甲斐ない結果に終わった。一番今、あ、なるほどねと思ったのが東京サンマのシャンパンで、みんなが見る、あ、歌舞伎って気にもしないんで、通常コーナーは誰も気にしないです。まあ、狙い撃ちぐらい入ってやっと、あ、すげえだ、狙い撃ちじゃんみたいな世界観にしたいですね。お疲れです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 。もし時間がオープンとかあるんだったら、はい、ラストの宅は結構何人かついて、例えば夏社長がついたりとかすれば全然変わるんで、ラストの宅をああいう形にすれば全然雰囲気変わるじゃないですか。はいはいはい、ラストの宅ってよかったなと女の子思うんで、必ずラストは宅のところは最後は絶対手を使ってああいう感じでやってください。了解です。今日お疲れ様です。まあ言っても初日で、まあ、シャンパン一本しか入らなかったけど、今日かなりみんな緊張してるのも分かるし、俺も緊張してたし、ただ明日から普通の通常営業に戻っていくし、その中でキングスのレベルが低いと、ま、やっぱ最悪だから、そこはおのおの意識高めて、まあ、明日からまた頑張りましょう。お疲れ様です。軍神の指摘で改めて危機感を感じたキングス夏木社長、急遽運営陣を集めてミーティングを行った。で本当に、まあ、僕たちちょっと今日プレーボイ初日でかなり準備不足だったなっていうのをまじまじと感じたんで、これに関してはもう運営の怠慢なんで、はい、で特にあのお二人はリリオン来てるじゃないですか。でリリオンでそのどういう風に動いてるとか、どう段取り組んでるか見てるはずなんですよ、正直なところ。もうそこら辺もやっぱ学んでいて、やっぱこれはちょっと残念だったなって思ってます。はい、まあ、今回のそのシャンパン最後1本、まあ、賞金3万で収まってしまうっていうのはプレーオープンとしてはあってはならないことなんで、やっぱりある程度狙い撃ちだったりとかっていうレベルはプレーオープンの方にないといけないんで、応援してくれてる人たちがいる中で応援に応えるのが自分たちの仕事じゃないですか。なんでやっぱホストのやっぱ運営として絶対に負けちゃダメです。勝てなかったらそのお店の店舗のところで不幸になるんで。この軍神の言葉を皮切りにキングスのトップ2人が激しくぶつかり始める。うまく回せるような技術とスキルがあるから歌舞伎町では成功してるわけで、で俺らもそれをしっかり学んできたし、みんなに教えてあげれると思うんだよね。だからこそ歌舞伎町のスタイルをしっかりがっつり入れたい。これはそれを結局じゃあすすきのの住民がすぐ受け入れるのかって言った時に、受け入れづらいものがたくさんあると思うんだよね。ケイタがそう言ってるのって俺の中からしたら人間だとしか結構思えなくて、要はビジネスだし仕事じゃん。ネガティブなものをさ、やっぱポジティブに変えるって俺ら学んできて、すすきの流で行くっていうのも確かに分かるけど、歌舞伎町ではみんな歌舞伎町のやり方でかなり幸せになってると思う。お金も持ってるし地位も名誉もある子がかなり多い。でもすすきのには一人もいないまで俺は思ってて、そこのレベルまで絶対に持ってってあげたいし、こうキングスに集まってくれてる従業員で、そこまで行くまでしっかり責任を取るつもりだし、これ俺らしか街で帰らんないからなと思ってる。今のすすきののやり方ではホストの男の子たちを幸せにできない。そんな現状を打破するのがキングスの使命だと夏木社長は思っているのだ。全部歌舞伎っていうのが俺はいきなりは無理だよっていう話で、うん、一個一個意図を説明してって徐々に徐々に出来上がっていくものだと思うし、その一個の固定概念でその全てが壊れることってめちゃくちゃたくさんあると思うんだよね、うん、そこをしっかり自分たちの足元もっと見ないと俺は無理だと思う。うん、だからそこはもっと柔軟になって、地方は地方のやり方っていうのがあるし、そこにプラスされば歌舞伎町エルコレの知識っていうのが一番の最強だと思うんだよね。いきなり全てを変えるのではなく、既存のすすきのの良さを残しつつ、そこに歌舞伎町の良さをブレンドしていくのが啓太副社長の考えだ。やっぱり啓太が言ってるのが、人間にしか俺は思えないから、もっと攻めたいし本当に勝ちたいし、集まってきてくれる従業員に熱い気持ちをぶつけるというよりかは、最後まで先にとってやっぱみんなを幸せにする、一人一人がやっぱりああキングスでよかったって思えるような
教育をしないと、それは俺も一緒よ、うんうん、従業員が全員幸せになってほしいし、ここで働いてくれた子が、あ、キングス良かったなって思ってもらうのは当然なんだけど、それって全部が全部歌舞伎町になることがじゃあ幸せなんですかって言ったら違うと思うし、合わない人もいると思うんだよ、歌舞伎のやり方が。まあ歌舞伎の方がって言うけど、まあ、一人一人マジで俺が全部行くし、もう一人一人向き合うつもりだし、最後まで結論行くし、キングスに入ってよかったって思わせるのが俺らの仕事だと思ってるから、もうそれは本気で行くよ。普通に本気でスタッフを幸せにしたいと願うからこそ、二人の思いが拮抗する。この二人のやり取りを軍神はどう受け止めているのか。どうですね、まあ、二人とも、まあ、話聞いてて、で二人の話のままその思考のまま言ってほしいなと思います。夏木さんはその厚さは捨てないでほしいなって、はい、だって買いに来てるわけじゃないですか。で歌舞伎のスタイルを持ってきたいと、はい、で本気で買いに行くんだって気持ちはもう捨てないでそのまま言ってほしいです。ケイタさんはケイタさんで、その鈴木のと歌舞伎のハイブリッドっていう意識を持っててください。その2つの脳があるからこそ新しいものが作れるんで、歌舞伎のスタイル、鈴木のスタイル、それすらも超えて新しいスタイルっていうのはもしかしたらできるかもしれないんで、2人の相乗効果が鈴木のを変えられるかもしれない。お互いにやり方は違えど答えは同じなんで、はい、ケイタさんも働く鈴木の働く男の子を幸せにしたい、で夏木さんも好きで働くことが女子幸せにしたい、お互い同じ目的なんで、はい、ただやり方が違うだけなんで、はい、その2つの脳を持って別の答えを出すこともできるんで、はい、だからこそその熱い気持ちだけは絶対なくさないでほしいです、はい、今そこをすごい楽しみにしてるんで、はいはい、ぜひ頑張ってください、はい、お願いします。ありがとうございます。